反響があった中井プロレッスン、イエーイ。はい、皆さんこんにちは、なゆきです。はい、ということで皆さん、今日はですね、今のタイトルコールにもあった通り、今までガクさんがやってきたレッスンの中から、一番ね反響があったものを皆さんにご紹介していきたいと思います。まあね、ガクさんももうウームゴルフ2年間やってらして、もうねレッスン動画めちゃくちゃあるんですよ。で、前回もね、再生回数ランキング、レッスン動画の中で一番再生回数が多かった順にランキング形式でご紹介した動画も上がっているので、ぜひそちらも見てほしいんですけど、そういった形で、前回やったので、今回はその反響があったもの、反響があった動画を、いくつかご紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ早速見ていきたいと思います。まず1つ目、クラブを寝かせたら芯に当たるアイアンのスイングテクニック、ミート率アップ大作戦という動画になります。皆さん覚えてらっしゃいますか？これはですね、結構ね、クラブを寝かせるか寝かせないかみたいなね、結構これがね、賛否両論ありまして、結構ね皆さんもコメントくださったんですけど、その動画ですね。で、これが、ちなみに再生回数の方がですね、123万回、現時点で123万回回っておりまして、公開が2019年の8月4日公開のものですね。皆さんね、まだこういうとこが分かんないとか、ここから説明してほしいっていうのありましたら、この今この動画ですね、この動画のコメント欄にね書いていただけますと、多分ガクさんもねまた改めて説明してくださると思うので、ぜひ皆さんコメント欄にお寄せください。ということで、じゃあ早速この動画見ていただきたいと思います。どうぞ。芯よりも下で当ててるわけです。ってことは、実は芯は外してるんですね。少しこのようにイメージとしては寝かせてダウンスイングをすると、ちょっと遠側に外してます。自分がイメージしてる以上に飛びすぎたりするというのを防ぐように。振ったら確実にジャストビート、ミート率アップ大作戦、イエーイ。はい、皆さんこんにちは、のみきです。そして中井学です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、今回2回目なんですけども、テーマは何でしょう？ハイブリッドとアイアンです。ほう、またこれじゃあドライバーとは違ったところでポイントがあるってことですよね。芯に対してこう、左右、あと高低ですね、どこに当てるのが正解なのかというところも含めて、若干少しその意識するポイント、注意するポイントというのが少しずつ変わってはきますので、はい、じゃあ今日はそこのところちょっと詳しくお願いしたいと思います。承知しました。ウームゴルフ7番アイアンを持ってきました。この位置、実はピンまでは、200ヤードちょっとありますんで、届くわけではありません。まずその皆さんが持っている代表的な、アイアンというか、こう5番とか4番になってくるとセットの中に入ってない方もいらっしゃる。でも7番だと、大抵の方はもう必ず入っている番手ということで、7番アイアンを中心に皆さんにこうアイアンのイメージを持っていただこうというふうに思っています。実はアイアンにはいろんな種類がありまして、大きく分けると2つ、僕が使っているようなこうマッスルバックと言われるね、何にもこうフラットな、要はバックフェイスのものと、あとキャビティバックという、要は虫歯バックっていうわけじゃないですけど、ここが完全にえぐれていて、重心の配分が前左右や後手にしっかり分かれている、で芯を広げているでいうクラブもあります。なぜこう一般的にこう難しいと言われているマッスルバックを使っているかというと、これに関しても芯の位置っていうのがすごく関係してるんですね。ってことは、ここの形によって芯の位置が違う、違います。ですからマッスルバックっていうものの特徴としては、ちょっと重心がそのキャビティに比べたら高い位置にあるんですね。なのでそういった意味で芯の位置も若干いつもの普通のキャビティバックに比べるとちょっと高い位置にある。へー。で、なんでこう高い位置のこうクラブの方がプロにとって優しいかっていうと、芯の若干下目でヒットしてるんですよ。あ、
常にそういうイメージとしてはちょっとそうすることによって要するにあの芯の下で打つことによってこうギア効果でバックスピンが実はかかりやすいんです。その芯よりも上で当たってしまうとむしろこう、まあ、ドライブといって要はこうドロップするボールがそんなにバックスピンが多くかからずに芯より下で当たるとバックスピンが多めにかかるというのが実は傾向としてはあるので、はい、高重心のアイアンを使った方が実はスピンはかけやすい。芯にガツッと当たることだけがアイアンにとってはポイントではなくて芯に当たる以上にクラブがどう入ってどうボールに対して入ってきてどう抜けていくかということがやはりシビアになってくる。そうなんですね、はい、ただ単にやっぱりこう真ん中、うん、芯を捉えることがジャストミートだと思ってたんですけど、はい、そうではない、ね、そうではないですし実際今お伝えしたように重心は芯のよりも下で当ててるわけです、うん、ってことは実は芯は外してるんです。確かに、はい、確かに、でその上に僕も実はその上にちょっと遠側に外してます。要するにあのど真ん中ど真ん中の位置っていうのはこういうふうにドライバーもそうなんですけどこうヘッドをこう水平にしてフェースの面を水平にしていただいてボールを落とすとこうクラブの振動がなくなってボールがポンと跳ねる位置があります、はい、これが、まあ、一番の芯なんですけどで実はそこのやや下やや遠側で僕は当てるようにしてます、はい、それによって要は自分がイメージしている以上に飛びすぎたりするというのを防ぐようにしてますね。一番アイアンにとってその大事なことっていうのは芯に当たる上で言うと、はい、まあ高いところからボールに当たり打ち抜いてダウンブローに渡るっていうことがまず一つと、はい、あとボールに縦の回転をしっかり与えようと思ったら開いて入って閉じて抜ける。ほう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 。こういう動きが入ることによって結果的にボールに縦回転が加わる、うん、じゃあヘッドをこの緩やかにダウンブローでかつちゃんとターンさせるためにはある一つ条件がいるっていう、それが実はよく言うアームローテーションなんです。要するに腕のこういう旋回ですね、はい、これが実はスイング中必要なんです、はい、要するにインパクトゾーンの中でこの動きが必要ですからこう腕が回ってヘッドが回るというこの動作が実は大変必要になってきます、はい、はい、じゃあ自然な動きの中でその動きをしたい、うん、となった時になかなか皆さんがやりたくてもできないというポイントがあるんです。やりたくてもできないポイント、はいはい、はい、ダメ、うん、ほぼその通り。じゃあタメってどうやって作るのっていうことなんですよ。でタメっていうものをとても皆さん勘違いなさってる方が多くて実際レッスンに来ていただいてる方もタメというお話になった瞬間に割と皆さんこうやって手で作ってらっしゃるんですよ。なので余計にそのタメがおかしな方向に行ってしまう、結果的にミスショットになってしまう。なるほど、手でどうやってこうタメを作ろうとしちゃうと。いや、そういうことですね。多くの方はそのアイアンでじゃあダウンブローにヘッドをターンさせてっていう話になった時にシャフトを立てる傾向がある。要はバックスイングをしてこのようにシャフトを立ててアップライトにこう打ち込んでくるイメージを非常に持たれる方が多い、はい、でも実はこれが一番フェースをむしろ開いてしまう動きになります。例えばこのまま一旦シャフトをこういうふうに思いっきり立てます。ですからどちらかというとクラブがこのシャフトを垂直に地面と考えた時に、まあ、こっちにかぶってたり、まあ、もしくは立ちすぎてたりする場合ありますよね。その場合にこのまま手を使ってダウンさせると開いたまんま、そうなんです実はフェースが開いたまま、はい、で実はこれを思いっきり寝かせます。ドン、このように、はい、これでですか？これだとスライスするんじゃないですかっていう方多いんですね。でこのまま右手を離して振りますね。お、しっかりフェースが戻ってます。帰るんです。帰ってます、はい、要は肩甲骨がスライドして腕がこういうふうに回ってる状態でこの状態でダウンをさせると自然とこのヘッドが
ターンする動きになる。むしろ立ちすぎるとフェースは開いたまま、寝かせると実は返る。一番ポイントとしてはもう完全に前傾をこう起こした状態でこのようにテイクバックします。であとはこのまま前傾を入れていただいた、これぐらいの軌道には実はダウンスイングで入っていただけると勝手にねじれが発生します。まあ、結果的にそれでアイアンがダウンボールに出てるっていう話になるんですけども、こういうふうにフェースの面が上に向くと、いやもう右飛ぶでしょって、このままこんなふうに右飛んじゃうんじゃないかと思うじゃないですか。でも実はフェースの面というのはトップの位置で、このようにフェースがまあ要は完全にこの正面方向ですよね、向く場合ですから、トップでいうこのカッピングって言って、この手首がこのようにまあ折れてしまう場合、その場合というのはフェースがこのように開きます。この開いた動きだと当然ですけども、フェースはそのままで、よく今言ってるドライバーでいうチャットフェース、まあ手首を消屈させるとも言うんですけども、このように山側に折るような、そうすると上向くわけですね。でそうするとこの動きだとフェースはかぶっておいてる、それと同じで、ですからこれも実は決してそういうふうに開いているわけでも何でもなくて、ただその消屈している動きがないだけで、結果的にはこれがクラブをターンさせる、自然にターンさせてくれるポジションなので、ちょっと怖いかもしれませんが、少しこのようにイメージとしては寝かせてダウンスイングをすると。だから寝るっていうことは皆さんマイナスだと思っている方多いんですけど、これは実は寝てしまってそこから手で行ってしまったらもうほら当たり前です。ですから特に利き腕でボール方向にクラブを押し込んでしまったら、これはもう元も子もありません。ですがこのままダウンスイングで寝かしてそのまま脱力させるようなイメージだと、勝手にヘッドがポーンと返ってくれます。なのでちょっと一回それをイメージして、はい、まず立ちすぎたダウンスイングインパクトでやってみますね。はい、はい、このままで、このままで、あ、右行っちゃいましたね。簡単に右行っちゃいますよね。はい、で今実際どこに当たってますか？今は、はい、ここですね、ヒール側に当たってますね。はい、はい、むしろ今度はじゃあ少し思い切ってこう寝かせて、ただポーンと、おお、まっすぐ、はい、ほぼ芯でしょ、ほぼ芯に当たってます。はい、見ていただいて分かるようにほぼ芯に当たってる上に、もうスピードも入ってくる角度も、はい、全てよしですね。いいデータになりますよね。7番アイアンですけど軽く打っただけで122ヤード。確かに、はい、当たるところでこんな変わるんですね。そうなんです。だからいかに、いかにそのクラブがスムーズにダウンスイングでスッとここで手を使って突っ込むのか寝かせられるのか、この動きの違いだけでアイアンは天国か地獄かっていう風なぐらいの差になります。はい、それは今すごいたくさんの見て、はい、うん、こう当たるところが違うだけでこんな変わるというの分かったんですけど、はいはい、その寝かせる寝かせるとおっしゃってるんですけど、うんうん、その寝かせるが、うん、じゃあ人によってこう分かん、なんていう基準となるなんかポイントとか、はいはいはい、ないとなんか分かんないなと思うんですけど、なんかありますか？それがさっきもちょっとちらっと言いましたが、まずは前傾をしないでボールが目線の高さにあるというイメージでアドレスを取ります。でこのままバックスイングを取って結果的に左腕にシャフトが隠れるような感じ。ですからこのままこうバックスイングしたらこうなりますよね。はい、でこういうふうにヘッドが立ちすぎて見えたりとか、寝すぎて下に見えたりとかじゃなく、シャフトが左腕にスッと隠れるような感じ。はい、でこの状態で前傾姿勢を取ってください。そうするとこの状態で前傾姿勢を取ると、まあ、これぐらいのポジションになります。はい、ですので通常のバックスイングをしていただいて、そこにポン、その感覚のところにスッと寝かせるイメージ。
今皆さんにとってやっていただきたいことっていうのはご自身のスイングの中に少しこういう風味を加えていただく。だからこういうイメージを持っていただくことによって上から打ちに行くということだけでも防ぐことができれば、ここで1個間が取れればそれだけでもアイアンのミート率というのはどんどん上がっていきます。気持ちやってみると、こういうふうに手でやらなくていいです。ただクラブのこの先の重さをスッとダウンスイングとともに背中側にスッと回してあげるっていうだけでいいです。じゃあ一回私もやってみたい。やってみましょうか。はい、はい、一度、はい、バックスイングをしてもらって、はい、こうきますよね。はい、はい、でダウンスイングに入るときに、うわお、こんなに、はい、私さっきガクさんを見てたときは、はい、ちょこっと動かしたくらいなんだったんですけど、はい、今自分でやるとすんごい変わります、はい、もう単純に本当に今のも本来の位置からちょこっとだけ。だからこれがダウンスイングの時にちょんと入る。こうダウンスイング入る瞬間にスッと、そう。やってみよう。私的に45度ぐらい。あ、やってみよう。なイメージですけど。はい、ちょっと先一回やってみますね。うん、こうします。そう、それをダウンに入る瞬間にスッと寝かしてあげる。素振りしてみます。はい、素振りしてください。うん、そうすると皆さん、ここでね、直樹ちゃんいい勘違いしてくれた、やはりここでこういう風に寝かそうとするの。だからクラブを用いて説明すると、はい、こう軌道も含めてここでこういう風に寝かせようとする。私もそうやってました、ね、だから寝かせようとする方の多くはもう今直樹ちゃんがうまく間違えてくれた。こういう体が反り上がるような動きにはならない。土台は変わらない、ね、土台は変わらない。ただフット、ね、ただフット落とすだけ。もう一回素振りさせてください、うん、はい、あれこうで、うん、そう、いや本当気持ちだけでいいから。こういうことですか。そうです。あら、こういうこと、はい、ポン、OK。 なんか、うん、今スイングした感じ、はい、開いてる感じがします。でしょ、フェースが。そうなんです。これもありがとう、みんなそれを感じるからこの動きができない。でもそれは開いてるわけでも何でもなくて、むしろこれでクラブが実はスクエア。うん、行ってみましょう。こうで、こういうことですか。なのでここで行くよ、バックスイングしてみて、はい、こう感覚としてはここで少しポンと寝ます。で寝た感覚でこの左手の位置がスーッと左のポッケの方向に向かってスッと置いてくる。ほう、こういう感覚、はい、はい、イメージはね、はい、こうで、うん、そうこういう感じですか、はい、だからイメージは右上から左下に。あ、分かりやすいです。右上から左下に左手がこう回ってくる感じ。こうですね。そうです。なるほど、はい、素振りを、はい、あ、ちょっと違うな、うん、いいですよ、はい、こんな感じですか。はい、どうぞやってみましょう。オッケー、オッケー、はい、おお、うん、ちょっと噛んだけどもそれで方向はまっすぐ出る。確かに今、うん、右に行かなかったですね。行かなかった。確かに、うん、しっかり、うん、ボールにフェースがこうやって当たった感じがします。スクエアに。そうなので実際にその要はこうヘッドが返るっていうのは単純に左のこういうねじれでヘッドがこういうふうに返ってくると。だから左腕っていうのはリードアーム、要はなんていうかこう先導する腕っていうふうに言われているのはそういう理由なんです。うん、左腕クラブそして自分とのボールの距離が変わらなければどんなにこうやって振ってもらっても実はダフることはない。なるほど。そうなんです。だからプロはほとんどダフらないのはこの動きが確実に入っているから。だから皆さん勇気を持ってスッと寝かしてみる。ちょっとフェースが開いてるように感じます最初は。上を向いてるような、そうです、感じましたけど、これが正解ですよね、はい、それをやっていただくことによってアイアンのミート率は劇的に上がります。
で、まあ、今回アイアンと火付けてハイブリッドっていうことなんですけど、はい、なぜそれを言ったかというと、実はあのウッドと違ってハイブリッドはこう見ていただくと分かる通り、じゃあ例えば今これ持ってきたのが4のハイブリッドです、はい、4番アイアンとしてのハイブリッドで5番アイアン、はい、こうやって重ねてみてください。特にこのシャフトの位置を合わせて重ねていただいたときに、まあアイアンの芯と、まあそのハイブリッドの芯が近いものをお使いの方はもうアイアンと同じように打てる打てる。でさっきその芯の見極める方法としては、はい、さっきプロが、ね、教えてたボールですか。同じようにボールを跳ねて、でもしくはこういうふうにフェースの面でこういうふうに重ねてもらってアイアンで跳ねた位置とハイブリッドの位置があんまりずれていないものを選んでいただければ、はい、ハイブリッドでもアイアンと同じように打てますよということ、はい、これがやはりもっとヘッドが深くてこう大きくてもっと芯が遠寄りにある場合はフェアウッドと同じような扱いのハイブリッドとして、振っていただいても結構です。ですのでその場合はドライバーハイブリッド、あのフェアウェイウッドでやったようなスイングを参考にしていただいて、なのでほとんどここに関してスイング変わることはありません、はい、気をつけるポイントは同じですね。同じです、はい、同じようにしっかり勇気を持ってクラブを寝かしてみてください。これだけでミート率の向上が期待できます。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。まあね、どんどんあの行きたいと思います。はい、ということで続きまして2つ目の動画ですね。こちらがですね、ティーショットで曲がるのはなぜ、脱スライス手打ちで飛ばないドライバーが変わる原因解明レッスンですね。はい、でこちらがですね、101万回再生されておりまして、公開日が2019年の9月8日になっております。この動画はですね、原因解明レッスンというシリーズのある一つなんですけども、その中でも今回は、このスライス、脱スライスをねテーマにガクさんがレッスンしてくださってます。で、まあ、ガクさんのレッスンでそのスライスを直すレッスンって結構今までたくさん上がってきたと思うんですけども、その中でもこの動画はですね、レベル別、それこそゴルフの上達レベルに分けてそのレッスンしてくださっているので、すごくねあのフォーマットとしてもすごく見やすいなってすごい私も感じましたので、ぜひ皆さん改めてねもう一度ご覧ください。はい、ということでじゃあこの動画をどうぞ。第1段階手打ち、そして第2段階手打ち、ちょっとだけ体打ちっていう人が陥るスライス、まず正解からお見せします。ドドン、はい、え、ま、これですできるか、これが実はスライスを消す、そして飛距離を上げていくっていう第一歩なんです。原因解明レッスン、ドライバー編。イエーイ。はい、皆さんこんにちは、並木です。そして中井岳です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は1回目ですね。はい、そうですね。でこちら、うん、原因解明レッスンのドライバー編なんですけども、うん、今回は、まあ、第一段階、第二段階。はい、まあご説明、ざっくりご説明すると、はい、要は手打ちの人、ちょっと体打ちの要素が入ってきてる手打ちの人というのを第一段階、第二段階で、はい、飛距離としてもやっぱり200ヤード男性の場合行ってない方、うん、女性で120ヤード以上ドライバー打ててない方、うん、こういう方はもう手打ちですよ、うん、ということでザクッと区切ってしまって、はい、その方々向けにどうすりゃいいのよというところで、うん、はい、スライスを、こうどん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 直していきたいなと思うんですが、ちょっと、まあ、過去の、ね、動画とも重複する部分もあるかもしれません、はい、ですがもうこれをとりあえずまずは、まあ、集大成というわけじゃないけども、うん、スライス悩んでる方がこれをご覧いただいていて、あ、私は僕はここに何かスライスを直せるポイントがあるかもしれないっていうところを全部出していければと思いますので、このシリーズいつになったら終わるのよっていう感じになるかもしれません。わお、それくらいたくさん話されたいことがあるんですね、うん、あるんですけど、なるべくこう具体的に代表されたものに凝縮して、まあ、何回かに分けていきたいと思うんですけども、はい、じゃあそういった意味での第1回はお構いなんですが、やっぱり話ですか、まあ、どうですか、
というわけで第1段階手打ち、そして第2段階手打ち、ちょっとだけ体打ちっていう人が陥るスライス、まず正解からお見せします。こういうことです。ドドン、はい、ドドン、はい、ドドン、はい、これです。アドレスですか、ね、はい、アドレスです、うんうんうん、でもアドレスがどうなってるんだろう。よく見てね。あ、学先生分かりました、はい、ちょっとこうやって突っ立ってる感じですか。そうですね、突っ立ってます。これはダメなんですか。これ要は、うん、何かというと、はい、前傾がないですね。ない、うんうん、でも今のクラブって長いので、はい、普通の方はアドレス取ってください、こうなるんです。確かに今のこのクラブがそうさせちゃってるんですね、うん、そうなんです。でクラブも実際に、あ、これ僕のクラブはちょっとフラット面作ってますけど、はい、この来角と言われる角度も実は今のドライバーすごくアップライトですから、こういう風な角度が急になるように作られてる、はあ、なので、はい、余計にこのクラブに合わせて立つとこんな風になっちゃいますね。なります。もうこの状態で体を使いましょう 100% 無理なんです。回らないですもんね。回りません。そうなんです、回りません。というより何も回りません、うん、要は体も回らなければ実は腕も回りません。例えばここで回ろうとするじゃないですか、はい、でも前傾ないですよね。ということはこの状態で回ったらどうなるか。あ、後ろに引いちゃう。そう、後ろに引いちゃうからクラブは絶対バックスイング方向に上がらないです。っていうことは結果的に手で上げるっていう動作が入ります、うん、はい、これでやってみます。まず腕だけで上げます。はい、本当だ。フェースがターンするという動作が加わりませんから、はい、まずそこそこ右に飛んでそこそこ右に切れます、うん、要はスライスになります、はい、そして次体を回してクラブを上げて、体を回してクラブを上げて、これはさっきよりもっとスライスになる。っていうのはちょっと体の動きが加わると余計にマイナスになる。そうですね。そうなんです。なので、はい、いかにまず正しく前傾を取れるかどうか、立たないでアドレスが取れるかどうかという意味では、簡単にまず言うと最初にドライバーをやらない方がいい。で今7番アイアンとか8番アイアンも意外とロフトが立ってきて難しいクラブに変わりつつあるので、ウェッジを持ってきてほしいです。これ練習環境の問題でもあるんだけども、はい、海外のゴルフを始める方っていうのは最初にゴルフ場行くんです。え、練習場じゃなくて。練習場がないから。あ、そうなんですね、はい、最初にゴルフ場に行ってゴルフ場に練習場があって、うんうん、ただでいつも開放されているのはグリーンとアプローチ練習場なんです、はい、だからそこに行ってまず握り方を覚えて構え方を覚えるから、なので前傾をするということが実は意外と当たり前に最初から学べるんです。実はこの間武井壮さんもおっしゃってました。なんか留学に行かれていたアメリカに、アメリカではまずアプローチとパターしか練習しないとおっしゃってました。そうなんです。そこから始まるから、うん、そこからの派生でドライバーまで行くんで、前傾姿勢を正しく取るということの重要性はもう知らず知らずのうちに身についている。でも我々はいきなりゴルフ場に行ってっていうことができないからこそ、最初に練習場に行く。じゃあ練習場に行って一番楽しいものなんですかって言われたら、一番遠くへ飛ぶドライバー。しかもなんか一番当たるところも多いんで、うん、大きい。そう、当たりそうな気がするんですよ。だってこんなに違うんだもん、はい、ってなったら、うん、何かこっちの方が優しく感じてしまう、うん、でももちろんスライスで悩んでる方はやっぱこれにスライスで悩んでるっていうのが今回の肝でもあるので、まずはやはりその短いクラブを持って、はい、で少し前傾をさせるという訓練をまずしましょうということです、はい、もう簡単です。もうあの簡単順に、すいません、すいません、すいません、これぐらいでいいです。申し訳ございませんでしたっていうぐらいじゃなくて、すいませんぐらいの感じでいいです、はい、それぐらいの感じで、すいませんってしていただいたときに誰も
すいません、なんていう人はいないと思います。なのであの膝をこうやって曲げてこう構える人いるんですけども、単純にちょっとボールに対してすいませんでした。でスタンスを軽く肩幅ぐらいに広げます。腕をだらーんと垂らします、はい、そこにグリップを持ってきます。はい、はい、でなんでウェッジを先にやっていただいたかというと、実はこれね7番アイアンとか8番アイアンでも過去にやったと思うんですが、ボールの位置こそ違えど、はい、そんなに前傾姿勢って変わらないってやりましたよね、はい、おっしゃってました。っていうことは確実にまず前傾姿勢を取れるウェッジからやった方がいいです。うーん、確かに。なのでそうなんです。じゃあウェッジでそのアドレスをまず作ります。でこのアドレスを作った流れでドライバーもちょっと作ってみてください。そんなに大きくは変わらないです、はい、本当変わるのはこの距離ですね、うん、ボールとの距離。そうです、ボールとの距離が変わって、このクラブの長さの分だけこのボールの離れができるというだけだというふうに思っていただいて、ウェッジに近い前傾角をドライバーでもやってみるというふうにまずしてください。なのでそれによってこれだけの前傾角が生まれてくる。そうすると右に動けば当然肩の前傾がある分だけクラブは勝手に上がってきます、はい、ダウンスイング以降勝手に戻ってくると。これだけで手を使って誘導させてクラブヘッドをボールに戻すという動作が消えますので、スライスになる可能性がとても少なくなります。じゃあちょっと前傾角を作るけどもちょっと手打ちっぽく打ってみますね、はい、この角度になるんだけども、だけども、あ、でも確かに全然違います。スライスの幅だいぶ減りましたでしょ、うんうんうん、そう、これと要は前傾姿勢が全く取れてない状態で、全く取れてない状態でもう全然右に飛んでいく角度が変わるんですね。スライスする流れも変わりますよね、うんうん、ですからその手打ちだなんだ関係なしに、多少正しく前傾が取れてるということだけでスライスっていうのは恐ろしく減るんです。あと体の可動域が、うん、はい、やっぱ全然増えますよね。違いました、はい、本当に今あれですよ、前傾して腕だけ動きますよ、うん、これだけでもだいぶスライスの曲がりも減るし、距離もだいぶ増えるんです。だからいかにこう正しく前傾できるか、これが実はスライスを消す、そして飛距離を上げていくっていう第一歩なんです。もうこんなのね、ドライバーを速く振るとかヘッドスピードを上げるとか、もうこんなレベルの次元じゃないです。まずアドレスですね。まずアドレスです。構えをただ前傾を少し入れていただく、もうこれだけで全て変わるんです。うん、だからもう一丁目一番地はこのアドレスで前傾角を取ること。で打ち方はもう先ほどず同じようにして、自分の中では特に何も変えようとしないで前傾角を取ることを全てのクラブに癖つけてあげて、はい、あとは特にスイング変えないでやってみてください。これだけで必ず第一段階の人が 1.2、1.5 とかいうふうにちょっとレベルアップすることができるようになります。これだけなんです。実はなんかクラブをどう動かすとか、うん、腕をどう動かすとか、リリースポイントがどうだとか、ダウンスイングでクラブをこうもう少しこういうヘッドをインサイドから入れてくればいいのか、いろいろ考えるかと思います。でも実はそんなこと考えなくても、ただすいませんだけで OK。 そう、そういうことなので、まずもうこれはもう第5段階とかの人にとっては当たり前のことかもしれない。でも当たり前のことっていうのはそれだけゴルフの中にとってはやっぱり分からない方って多いわけですよ。だからそんなの当たり前だろうって言われたところで、いや当たり前かどうかなんて分かんないってなるわけです。なのでそういったご自身の中で当たり前にしていく意味でも、かっこいいアドレス、かっこいい構えっていうのはしっかり取れるようにしていただく、これがイコールスライスをなくしていく第一歩になります。はい、ぜひ皆さんもここから始めてみてください。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。もうね、ガクさんのレッスン本当に分かりやすいです。はい、ぜひね、あのこちらあのシリーズとして皆さんね、まだまだ動画上がってるので、ぜひそちらの方もご覧ください。はい、
ということで、その反響があったレッスンですね、こちら今回はねラストになります。3つ目ですね。3つ目がですねこちら、知らなければ一生下手なままアイアン上達の基礎知識をしっかり教えますという動画ですね。はい、でこちらが、現時点で、113万回再生されておりまして、公開が、2020年1月4日となってまして、最近、かなり最近のものです。これ私もめちゃくちゃ覚えてまして、私は特に今アイアンがすごい自分の中で課題であるので、すごいこの時納得したというか腑に落ちたすごいレッスンだったなっていうのを記憶してます。でまあね、こう今までガクさんのレッスンって本当ドライバーからパターまでいろいろあったと思うんですけど、どうですか皆さんって、実際こうじゃあレッスン動画ってなった時に、もちろんねドライバーもアイアンも全てね上手くなりたいっていうのはもちろんあると思うんですけど、皆さんはドライバーのレッスンがいいですか、それともアイアンのレッスンがいいですか。本当ね人それぞれだと思うんですけど、皆さんがね実際どういうレッスンを求めているのかなっていうのもすごい気になるので、そういったあたりもぜひこの動画のコメント欄に書いていただけますと、今後ねそちら参考にさせていただいて、こちらもレッスン動画撮影していきたいなと思うのでぜひお願いします。はいはい、ということでじゃあこれ、こちらのね動画も見ていただきたいと思います。それではどうぞ。諦めないでアイアン徹底攻略、イエイ。はい、皆さんこんにちは、並木です。そして中井学です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、今日から新しいシリーズがまた始まりましたね。そうですね、以前ね、フェアウェイウッドでやりましたね、諦めないでをやりましたけども、この諦めないで新シリーズということで、今回はアイアンで、やっぱり一番こう、なんだろう、スコアに直結してくる、はい、やっぱりナビちゃんもこう100ギリやってきたにあたって、うんうんうん、特に今回アイアンがね、ちゃんとした飛距離が出せなかった。だからこれからのこのレッスンの肝になると思うんですけど、はい、8番9番ぐらいまで打てるんだけど、うん、7番からいきなり打てなくなったみたいな人がね、うん、出てきてるんです。あ、でもそれちょっとわかるかもしれない。私も7番9番持ってますけど、9番の方がなぜか打ちやすいんです。うん、で7番だと、なんか自信が急になくなっちゃう、構えた瞬間。なりますよね。はい、でもそれってなんでかっていうと、要はそれだけバン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 立ってきてしまった。だからその分クラブのその性能が上がった。でなぜ性能が上がったかっていうと、溶接技術だったり接着技術が上がって、複合のヘッドが作れるようになったんですね、アイアンも。そういういろんな、異素材、要は昔だったら軟鉄、鉄1個一塊だったのが、はい、タングステン入ってますよ、チタンフェースですよ、ステンレスですよみたいな感じで、いろんな素材がこう複合でバランスよく入ることによって飛距離を出す、簡単に打てるというアイアンをどんどん作ってしまったがゆえに、だん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 ロフトを立ってもボールが上がるという機能が出来上がっちゃったんですね。そういうことだったんですね。そうするとですね、世の中の、ゴルファーたちはですね、やっぱりちょっと見栄を張りたい、ね、はい、例えば150、7番アイアンでバシッと乗ったぞ、かっこいいですもんね、かっこいい、うん、やりたい、やりたいです、やりたい、でも昔のロフトだったら7番で120ぐらいしか飛ばない、だったらもうロフト立ててしまえっていうのが、そのなんだろう、ストロングコーロフトっていうものの始まりで、結果的にそうなってしまったがゆえに7番アイアンから先が全然打てなくなったっていう人がどんどん増えちゃった。だからそれだけ皆さん難しくしてしまった。だから進化したわけじゃなくて、ただロフトが立ってるっていうことで難しさを感じてしまってる方が増えちゃった。そういうことだったんですね、うん、全然気づいてなかったです、うん、っていうのは並木ちゃんの中ではもうこれ7番そうです7番であって、それが何度っていうのは実はあんま気にしてなかったでしょ、うん、なんかこうやっぱアイアンをうまく打つ人とうまく打たない人の違いってなんかあるんですか？あるんですよ。でね、はい、まず一番はなんでこれ今ね結構長々とロフトが変わっちゃいましたよっていう話をしたかというと、なんで立てたかなんですよ。なんで立ててしまったか、結局立てて打てないからロフトを。
ロフトを立てて、ね、打てないから立ててしまった、うんうん、だからみんな寝て入っちゃう、ロフトが寝て入っちゃう、アイアンに関して言うと、はい、寝て入っちゃうがゆえに、はい、立ててもいいよねになっちゃったっていうのはあります。一つ、 そもそも立てれば、うん、寝ることが少なくなる、軽減されるから、そういうこと、割合としてね、単純にそういうところも実はあるんです。それぐらい皆さんロフトを立てることを忘れてしまったカナリアになっちゃったんです。本当に私もです。ですよね。じゃあなんで寝るの、なんで立てられないのというところを今回まず1回目として皆さんにお伝えしてみたいと思います。なんでこれだけアイアンだけそのロフトが立てられないかというと、寝かせるチャンスが異様にあるからです。アイアンだけ、ナミちゃんドライバーとかフェアウェイウッドとかあと UTT ハイブリッド系のものはそんなに距離落ちないよね、はい、なのにアイアンガツンと落ちるよね、はい、っていうのは、うん、実はドライバーやフェアウェイウッドって、うん、ロフトが寝るチャンスが少ない。もう元から立ってるし、そこから自分で寝かせることもできないですもんね。勝手にヘッドがこう大きいでしょ、置いてくれるから、置いてくれるし、ソールがあるから寝ないんですよ、うん、だから必要に、うん、だから寝かせようと思っても寝かせられないから、まあまあちゃんと当たる、はい、でもアイアンはもう寝かせようと思えばいくらでも寝るんです。じゃあ自分で操作してるんですね、はい、気づいてないうちに。そう、じゃあナミちゃんがどういう操作をしてるからボールが飛ばないのか。はい、はい、合ってるか分かんないんですけど、どうぞ。軌道。正解。イエーイ、成長したね。成長した成長した。でじゃあその軌道がどうなってるかっていうところ、じゃあちょっとお見せしますね。はい、ウームゴルフ。まず波ちゃんが飛ばない理由をやりますね、はいはい、いきます。恥ずかしいあのね、多分そんなに何が変わってるか多分見えないぐらいの世界です。何が変わってるか多分見えないぐらいの世界です。7番アイアンです。ちなみにこれ今ガクさんがやってくださったのが私ですか、はいはい、そうです。これ一番どこから見たらわかります？こっちから見ようか。じゃあちょっと一回じゃあこっち見て見て見て。ちょ全然わかんなかった、うん、何もわかんなかったでしょ。わかんないからとんでもないことになってるんです。みんなこれわかんないんですよ。とにかく何が起こってるのっていう。いきますね。いきますね。わかんないでしょ。変えてるんですよ。むちゃくちゃむちゃくちゃ変えてる。これって何してるかっていうと、まあよくあのウームゴルフのレッスンにも登場してきている、はい、これです。いわゆる手首、手首が逆に折ってるだけなんです今。でも逆に折ってるように見えないでしょ、はい、っていうのはなぜかっていうと、これが返してると思ってる人がとても多い。この動きがそれ返してるじゃないってことですか？ないんです。特にナミちゃんの場合ダウンで、はい、こういう風にほどける動きがとても早いんです。だから僕今何してるかって、ただ単純にダウンスイングからほどいてるだけなんです、はい、見ていてあんまわからない。わかんないでしょ。だからゴルフは怖い。特にアイアンに関してはこれが一番怖いんです。うまく滑っていってうまく飛んでいってに見えるでしょ、はい、これここ要は芝の上で打ったら全部これダフリーなんです。ダフります。一番辛いのは練習場がゴムのマットだからなんですよ。なるほど。だからじゃあゴムのマットだったらどうなるかっていうと、結局ボールがですよ、こう当たる時に、はい、要はロフトが立って当たるってことはボールにまず当たってからパンっていうふうにね、こういうふうに当たってからパンと下にボールよりもヘッドが下に入るはず本来は。本来はでもこれだと、この人工芝だと当たってるけど下に入らないでそのまま横滑りするんです、はい、こういう風に。なるほどなるほど。ズズズズッと、はい、ヘッドが下に入ってくれない、うん、だから結果的にこの動きに気づけない。な
この練習場の芝で練習してるからこそ気づけてない、うん、気づけてない。で実はクラブってアイアンにもバーンスっていうこういう後ろ側にこういう膨らみがあって、それが当たることによってヘッドが跳ねるんですけど、特にこういうマットでそれを打つとすごく加速するんです。だからこんな風に何気に何にも悪いように見えてない、こんな風に何気に何にも悪いように見えてない動きだけど、もう全然飛距離も出ないし、でも実はこの動きでドライバーは打てるんですよ、はい、それはフェアウェイウッドとかもそうですか。打てる、あウッド系が打てちゃう、打てちゃえる。これがこの動きの一番怖いとこ。例えばこれでボールをちょっとでも左足寄りに置きすぎ置いて、はい、ちょっとハンドファーストするのやめてやりますよ、はい、ボールをちょっとでも左足寄りに置きすぎ置いて、はい、ちょっとハンドファーストするのやめてやりますよ、はい、パーンと上に上がって100も飛ばない。本当だ、普通に振ってるのに。僕通常だいたい7番、まあ、気温がまあ普通のまあ20度前後のとこだったら170ヤードぐらいのキャリーは打てます。なんですがそのスピードで打っても100ヤード飛ばないなんてことが起こる。だからこれをしてみんな、あー年で力が落ちたかなとか、みんなそういうふうに思っちゃって、で諦めようとしてしまう。え、じゃあそれを解くのをやめなきゃいけないじゃないですか、うん、はい、そういうことなんですよ。何をすればいいんですか。そこなんですよね、はい、でそれ次回行きましょうか。あ、次回なのか。ここで終わりですか。いや、はい、今回は、はい、まあ、ここまでにしておいて、あと、あ、こういうこともやってませんかっていうのをちょっとやっておきますね。あ、はい、それもやっておきます。原因ですね。だからこれ並木ちゃん、私の原因が、はい、今のでした。これです。はい、ほどきます。ほどくってやつです、はい、で、まあ、基本的にほぼみんなこのほどきが一番です。一番の原因です、はい、一番多い原因ですか。一番多いです、はい、あと、バックスイングで開きすぎてる、はい、特にバックスイングで担ぎ上げてる人っていうのは基本的にこういうふうにフェースが開きがちなんですよね。だからここのこの状態でこうやって担いでる人、この状態でこうやって担いでる人、はい、担いでると体が全く回らないので、回らないのに俺回ってるなんてなっちゃう。だからクラブを担いでる人、これは一つポイントにしてほしいです。じゃあこの2つが多いってことですか。そしてもう一個、ここにもう一個今言われているものの中にある落とし穴があるんです。っていうのは何かっていうと、はい、シャットシャット、シャット、要はフェースの面を閉じてあげるっていう動き、はいはい、これをやってしまって飛ばなくなってる人も結構いるんです。むしろさっきのね、はい、開いてるから、はい、開いちゃう、はい、ドライバーも開いてるから開いちゃう、だからスライスするんだ、だったら閉じればいいじゃないってなりますよね。そっか、はい、はい、でも結果的に閉じることをあまりにも意識しすぎることによって結果、うん、こういうふうに、こういうふうに肘が開いちゃう人が多いんです。結果的に肘が開いてバックスイングがしっかり取れなくなっちゃう、うんうんうん、こんな感じで、うんうんうん、こんな感じで、あ、こういう方も結構いるんです、うんうん、だからトレンドを追ってるわけです。シャットフェースが飛ぶなんていうドライバーのトレンドを追ってアイアンでとんでもないことになってるですね、はい、でも今話聞いてて思ったのは、うん、全部の原因、うん、全部手でやっちゃってる動きだなって思いました。イエスですよね、はい、今までね、こう手でやる、はい、体でやる、うん、まあ、その両方みたいな話を以前やったことあるんですよ。レベル別にしましたね。レベル別にしましたよね、はい、でその時に実は本当に本心は隠してたんです。っていうのはやっぱりね、皆さんに希望を持ってほしいから、うんうん、どの
やり方でやってる人に対してもいい結果が出てほしいから、うんうんうん、なのであえて確信は実はあの時触れてないんですよ。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今日はその確信に触れると。確信に触れたい。で、なんでこの3つ今、はい、特に触れた3つが問題になってしまうか、これは思いっきり手だけで打ってる人、はい、思いっきり体だけで打ってる人にはない話なんです。正直これね、全部一生懸命そのなるべく手で打つのはやめようと思ってる人に怒ってる話。なるほど。じゃあレベル別で言うと1と5の人にはないけど、この中間の人があるんですね。そう、だから困るんですよ。みんな頑張って一生懸命上達していこうという過程に必ずこの問題がやってくるんです。悲しい。悲しいよね。だからでも奈美ちゃんがここの問題までたどり着いたってことですよ。やっとたどり着きました。もう本当におめでとう入り口に来ましたよ。やっと入り口に立った感じ、はい、うん、じゃあということで次回はその全てを解決する、うん、まあ皆さんも聞いたことありますけどハンドファースト、おハンズフォワードですね、うん、この話をしたいと思います。そうすればロフトって立つよね、ボール飛ぶよねっていう話を次回。うわー、はい、それ次回ですか。次回です。ちょっともう聞きたいわ聞きたいわということで、はい、はい、では次回そのハンドファーストやってみたいと思います、はい、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今日はですね、3つの動画を見ていただきました。はい、まあね、こんな形でですね、まあ、最近はですね、私もこうやってもう常にね、自宅からこう撮影して皆さんにお送りしてるんですけども、まあね、とはいえちょっと自粛期間も長引いちゃったので、まあ、ちょっとねこの生活がもう少し続いてはしまいます。なんですけども、まあ、もちろん、収束したら、まあ、ゴルフ、ウームゴルフの撮影もね再開していきたいなって思ってますし、まあ、それに加えてですね、まあ本当今年はこう皆さん、視聴者の皆さんとねこう触れ合えるようなイベントもやりたいなってすごい思ってて、まあ、例えばねこう視聴者の皆さん呼んで一緒に学さんにレッスンしていただくとか、あと例えばそうですね、ウームゴルフファミリー集めて皆さん、視聴者の皆さんと一緒にコンペしちゃうとか、なんかね、まあ、そういった楽しいことも本当やりたいと思ってるし、こっちもねこちらの方で企画させていただきたいなって思ってるので、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。でね、まあね、そのコンペを開くってなった時に、まあ、どうしてもね、まあ多分関東周辺になっちゃうと思うんですけど、皆さん実際どこ出身の方が多いですか。なんかそういうのもやっぱこうね、コンペを開催するってなった時に開催場所ってね結構いつも考えるところであると思うので、なんかそういったあたりも皆さんコメント欄の方に書いていただけますと、こちらも参考にさせていただきやすいので、ぜひお願いします。はい、でね、まあこう関東周辺でね実際イベント開催することが多いって今私も言ったんですけど、まあとはいえやっぱり全国の皆さんとね、せっかくなのでね機会を設けたいじゃないですか、まあ、そういう意味でもね、こうじゃあ今回は九州、今回は北海道みたいな感じでね、全国民の皆さんとコミュニケーションを取れるイベントをできたらななんて思ってます。で、それをすることによってね、こういろんな視聴者の皆さん同士もこうつながったりしていけたらななんて思ってます。はい、なので皆さんね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。はい、でね、まあちょっと今大変な時期ではあるんですけども、まあ、そういった今後のね楽しみを考えながら、この今の自粛期間一緒に乗り越えていきましょう。はい、ということで皆さん最後まで今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。はい、動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。皆さんぜひ見てくださいね。バイバーイ。